ラブラプト DJ の、ハイレイです。後半ですね、新興アバンギャルドレーベル、構造物レコーズという、最近、僕が少し関わらせてもらってるレーベルの番組を、やることになったので、この1時間、ぜひお聞きください。まず、どうしようかな、じゃあまずそうですね、自己紹介から簡単にお願いします。はい、構造物レコーズレーベルオーナーの君島です。今日はこんな機会を作ってくれて WFJP に感謝を捧げたいと思います。構造物レコーズ営業と運営を担当しております阿部と申します。今日はよろしくお願いします。東京都杉並区出身健吾松本です。よろしくお願いします。横浜のギタリストをやっております岡田と申します。岡田亮です。本日はこのような機会、大変嬉しく思っております。よろしくお願いします。で、まずこの構造物レコーズっていうのが本当に最近できたばっかりで、まず聞いてる皆さん知らない人が、ほとんどだと思うんですけど、まずこの構造物レコーズっていう、レーベルが何なのかっていうのをちょっと簡単に説明と、できたきっかけをちょっと教えてもらいたいんですけど、じゃあ、はいはい、ではマネージャーの方から。レベルのコンセプトというか、どういうものを作っていくかなんですけども、レコードのレースカットという、レコード版があるんですけど、ピクチャ版、なんか絵を盤面に刷っちゃうというような感じのものを作って、で、アート作品としてのレコードを出していく、音だけではなくビジュアルアートも同時に押していくというコンセプトでやっていこうとしております。カセットテープのリリースを控えてまして、先日のツバメスタジオで行われた演奏会の音源、ライブ音源ですねを発売させていただきます。ザ・ノーベンバーズのギタリストとして知られる健吾松本さんと、はい、はい、健吾松本です、はいはい、と、エクストルーダーズのギタリストとして知られる両岡田さん、はい、両岡田ですの、お二人の A 面 B 面で入ったカセットテープです。で、このカセットテープのジャケットなんですけども、実はデザインをしたのが今日、ここに呼んでくれたハイレイ君がデザインをしてくれてます。なんか喋ります？頑張りました。チェックしてください。チェックしてください。